腐敗の防止に関する国際連合条約汚職とは、議員、公務員など公職にある者が、自らの地位や職権、裁量権を利用して、横領や、不作為、収賄や甘下りをしたり、またその見返りに、特定の事業者等に対し優遇措置を取ることなどの、不法行為を言う。国際連合腐敗防止条約をはじめ、国際法では、汚職は、腐敗の一部と認識されている。 大内実る、腐敗の要因分析と対策における国際協力では、腐敗を行政的腐敗、小規模政治的腐敗、構造的腐敗、国際的腐敗に分類している。汚職等の腐敗問題に対しては、腐敗問題のみを扱う特別法や、特別の捜査機関を設置している国もある。経済協力開発機構は1994年5月に、 国際省取引における贈賄防止に関する勧告を採択し、加盟国に国際省取引に関連する外国官僚への贈賄の予防と阻止を求め、モニター機関として OECD 国際投資、多国籍企業委員会と国際取引における贈賄に関する作業部会を設置した。1997年5月には OECD 閣僚理事会で、 国際省取引における増配対処勧告が出され、後に協定として締結された。世界銀行は OECD の国際省取引における腐敗の作業部会に1997年から参加している。また、世界銀行は国際刑事警察機構の会議及び資金洗浄に関する金融的行動対策室にオブザーバー参加している。 国連は1997年1月28日に事務総長が加盟国に腐敗防止抑制の戦略作成を要請する反腐敗への行動を決議した。米国ではロッキード事件を契機に1977年に外国公務員に対する商業目的での贈賄行為を処罰する連邦海外腐敗行為防止法が制定された。この法律の施行後、 同様の法律を持たない国々の企業に対して、米国企業が不利な競争を強いられているとして、アメリカ議会や経済界の要請を受けて、アメリカ政府は各国に同様の腐敗防止のための制定するよう働きかけを始めるようになり、国連や OECD も反腐敗に取り組むようになった。1977年12月、アメリカ国務省の下にある アメリカ国際開発庁は、世界局、ラテンアメリカカリビアン局、東ヨーロッパ、新興国局、アジア、極東局、アフリカ局、人道的対応局、一般審議室、監査室から代表者を集めて、反腐敗作業グループを発足させた。その一部のつぼネは、OECD と協力して、各国で反腐敗ワークショップを開催している。 公金横領事件詐欺事件等贈収賄、完成談合、利益共有事件政治資金規正法違反事件。ありがとうございます。